します。それでは、料理の代表質問を務めさせていただきます。はい、代表テーマの松です。お願いします。まず完全な質問でありますが、サインはされましたか？はい、さしてもらいました。これまで交渉を続けてきたと思いますが、今日サインしたという感じでしょうか？そうですね、はい、今日させてもらいました。今日の交渉の中で主に球団側とはどのような話をされたんでしょうか？そうですね、去年は A クラスっていう形に入れたんですけど、まあ、今年は5位っていう形に終わってしまって、まあ、来年は少しでも優勝に貢献できるように、しっかり頑張りますということを伝えました。小船投手にとっては今年、まあ、FA 宣言の、はい、権利を取得して、で残留を基本線にここまで交渉を重ねてきたということですが、はい、残留を決意したきっかけだったり理由だったり教えていただけますでしょうか？そうですね、まあ、プロ入るのも遅かったですし、ドラフト5位という形で取ってもらって、やっぱり、ドラゴンズさんには、感謝しかないんで、まあ、残ってしっかり優勝したいという思いで、残留させてもらいました。やっぱりチームの愛着だったり、はい、そうですね、まあ、本当にずっと地元で愛知県で野球をやってきたので、とにかく愛知県が好きなんで、まあ、はい、残る理由の一つでもあります。 FA 権を資格したときにもうこのチームの既に残ろうと決心してたのか、そういったことはありますか？そうですね、少し他の球団の話も聞きたいなっていう気持ちはあったんですけど、もう残る気しかなかったですね。はい、そういったことで、ご家族だったりチームメイトだったり相談した人だったりはいましたか？そうですね、まあ、家族にはしっかり相談したんですけど、チームメイトだと、まあ、去年大野雄大が FA を取ったんで、でもまあ一緒にやっぱり優勝したいっていうのもありますし、まあ、大野雄大とかには相談しましたね。はい、その時大野投手はどのようなことを話していましたか？まあ、なんて言ったかな、まあ、残って一緒に、優勝しようっていうのはありましたね。はい、立浪監督にもこの秋季キャンプ中に、はい、チームの残留することをお伝えしたということですけれども、はい、その時総平さんというのはどのように監督にお伝えしたんですか？まあ、一度お話もさせてもらったりしてたんで、まあ、しっかり契約してもらえることになりましたっていうふうに、立浪監督の方には報告させてもらいました。そして立浪監督からはどのようなことだとか話したことなど何か教えていただくことできますか？いや、まあ、ありがとうとも言ってもらいましたし、これからよろしくっていう言葉をいただきました。小暮さんにとって立浪監督とはどんな存在ですか？やっぱり野球を始めた時からすごくテレビで活躍を見てましたし、まあ、ドラゴンズのスターなので、今一緒に野球をやれるということは本当に光栄に思ってます。立浪さんがこのチームに来てくれたことはどのように感じてますか？いや、まあ、率直に言うと嬉しいっていう気持ちはあります。はい、須田監督と来シーズンに向けての話などはありますか？まあ、まだ そこは特にはしてないです。契約を終えて何か気持ちの面で変わったこととかありますか？そうですね、まあ、大きく変わったってことはないですけど、まあ、とにかく優勝したいっていう気持ちだけですね。交渉の中で球団から評価された部分など具体的にあったら教えていただけますか？評価された部分、まあ、入団してから、まあ、しっかり投げてきてくれてるし、
まあ、これからもしっかり続けて頑張ってくれっていうことは言われました。まあ、去年に引き続き今年も1年間大きな怪我なく1年自分で投げ切ったことなど、はい、なんかそういったことについての話とかになりましたか？はそんな特にしてないですね、はい、そういった投げ抜いたことに関して自分自身はどのように感じてますか？そうですね、まあずっと1年間1軍にいたいっていう目標にやってましたけど、今はもう優勝したいっていうことしかないので、まあ、一つそこはクリアできたんで、次はもう優勝、自分のことよりも、まあ、自分の成績もありますけど、とにかく一つ、の目標として優勝っていうのを達成したいですね。改めて今シーズンはどんなシーズンだったか振り返っていただいて。まあ、そうですね、まあ、去年 A クラスに入れたんですけど、今年はまあ5位なんで、まあ、悔しいシーズンでしたね。で、自分の成績も去年よりかは下がってしまったので、もう一度鍛え直して、チームの優勝の、一つのピースになれればなとは思います。悔しいという言葉もありましたが、シーズン序盤は抑え投手も経験したり、はい、リリーフの中でも1年通して大事な部分で、投げることを任されていました、はい、そういったスタッフだったりチームの期待というものはどのように感じてますか？そうですね、初めの方は開幕は、抑えという形を任せてもらったんですけど、まあ、僕の中では特にそこは考えてなくて、まあ、行けって言われたところで行くっていうスタイルはずっと入団当時から変わってないんで、まあ、それは変えたくはないですね、これからも。その中で印象に残った試合などはあったりしますか？そうですね、まあ、木下の追悼試合とかは、まあ、今年そこで投げさせてもらうこともできましたし、しっかり抑えることもできたんで、そこは今年の試合では一番の試合でしたね。もう1年間、まあ、変わらず続けていきたいと先ほどお話ししましたけれども、逆に今後、理由的なことなので変わっていきたいことなど、変化をつけていきたいことなどあったりしますか？いや、具体的に言うと、まあ、いろいろあるんで、まあ、とにかく一日一日成長するってことはやっていきたいです。先ほども話してましたけど、よく徳井さんは優勝のピースになりたいとおっしゃってました、はい、今ちょうど日本シリーズの真っ只中ですけど、はい、そういった日本シリーズを見ていると何か感じることがあったりしますか？そうですね、やっぱり見てて悔しいっていう気持ちはあります。ここで自分が投げたらどうだろうとか、そういうことを考えて見ちゃいますね。何かその悔しさがバネになってくるような感情とかあったりしますか？まあ、そうですね、まあ、今年に限らずなんですけど、まあ、毎年毎年日本シリーズを見て、まあ、同じセ・リーグのチームが戦ってるんで、まあ、とにかくそこを自分たちがやる立場でになりたいなというふうには思います。このオフはどのようなことを心がけて過ごしていきたいと思いますか？そうですね、まあ、年齢も重ねてきてますし、まあ、調子の波を減らすっていうのもありますけど、もう一回体力をつけて、1年間好調をキープできるというか、まあ、そういうところも、まあ、技術的にレベルアップっていうのは毎年やってるんですけど、まあ、体力面でもしっかりもう一回鍛え直したいなっていうふうに思ってます。これはいろんな人から言われているかもしれませんけども、この11月にひげを剃って、はい、一点という部分もあると思いますけども、うん、なんかそういったところで周りの反応だったり。そうですね、まあ、ずっと伸ばしてきたんで、まあ、別にそこまで自分の中で、まあ、嫌っていうのはないですけど、まあ、心機一転ツルツルで、はい、行きたいと思います。
一番の目標は優勝だと思いますけども、はい、まあ、来年の中で達成したいこと、他に何か数字的なものでこういう数字を目指すみたいな、そういったものあったりはしますでしょうか。はないです。はい、優勝だけです。それを目指せば、まあ、自分の成績もおのずとついてくると思うので、そこをしっかり目指したいです。じゃあ最後にそのファンの皆さんもその優勝というものを心待ちにしていると思います。はい、ファンに向けてメッセージをお願いします。ドラゴンズに、とまた契約させてもらうことになったので、とにかく、ファンの皆さんとしっかり優勝を味わえるように、オフしっかり練習して、シーズンに入っていけたらなと思います。はい、もうちょっと前出してもらっていいですか。すいません、はい。すみません、お疲れ様でした。お疲れ様でした。挙手心配されてたファンの皆さんもいると思うんですけど、はいはい、ファンの皆さんにメッセージいただけますか。また、ドラゴンズさんと、契約してもらえることになりましたので、とにかくチームのために、必死に、肩を回していきたいと思います。はい。こんな感じですか。何でもよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。もっと砕けた感じが良かったですか。してきました。これまで交渉が複数回やったと思いますけど、今日サインした方ですか。そうですね、事前に何度か代表とお話しさせていただいて、はい、もう話はまとまっていたので、今日は本当サインをするだけで、はい、終わりました。球団側から評価された点だったり、話があったことなどは教えていただけますか。代表からはそうですね、もう今年後半戦から、上に上がって、最後まで完走したところについて、来年以降もやってくれるっていう、ふうに思えたと、はい、で来年以降期待してるっていうふうに言ってもらえたっていうところですかね。はい。田島選手は今シーズン FA 権を獲得して残留の基本線にここまで話をされてきたということですけども、残留を決めた理由だったりきっかけだったり教えていただけますか。はい、球団から残ってもらいたいっていう気持ちも強く伝わりましたし、新体制にもなり、僕が子どもの頃から見てたドラゴンズの立浪さんと、一緒に野球ができるっていうところも、一つ、決めたきっかけになったのかなと思います。はい、その立浪さんにはキャンプ中にもご自身から残るという意思を報告されたということですけども、立浪さんにはどのような言葉でそのことを伝えたんでしょうか。契約の前から残ってもらいたいと思ってるっていう言葉もかけてもらってましたし、僕自身早く答えを決めた方がいいと思っていたので、もう決めてからは、すぐに報告して、来年以降、一緒に頑張ろうと言ってもらえたので、はい、頑張りたいと思います。立浪監督から期待の言葉をかけられてどのように感じましたか。いや、立浪さんと一緒に野球ができるっていうだけでも嬉しいんですが、さらに期待をしてもらえるということで、もうそれに応えたいという思いだけです。選手としては やることは変わらないと思うんですけど、はい、僕もこう新たに契約をしてもらって、自分の立場っていうのも変わってくると思いますし、しっかりそのまあ、早くから監督の野球っていう意図を組んで、プレーにこう生かせたらなというふうに思いますね。シーズン中 FA 権を獲得した時にはどんな気持ちだったんですか。もうその時には残りたいと思ってたりとか。それに関しては、そうですね、プロに入って 2,3 年経った頃に、
まあ、いずれ自分がこう FA 権を取れるような選手になりたいとか、10年間まず一つの目標としてプロでやりたいとか、そういう一つの目標がなんとなくあったので、まあ、今年ちょっとその両方が、まあ、できたというか、はい、まあ、別に FA 権を行使したいとかそういうことではなくて一つの目標のとしてあったので、まあ、そこはすごく嬉しかったです、はい。まあ、その目標にたどり着いているのは資格を取って、そのことでチームメイトだったり家族だったり相談した人なんかはいっぱい来てましたか？もちろん家族には相談しましたが、最後はしっかり自分で決めて、はい、名古屋にしっかり残りたいというふうに思って契約しました、はい。その名古屋への愛着というのはやっぱり強かったですか？そうですね、もう生まれも育ちもずっと名古屋ですし、今まで一度も出たことがないので、はい、むしろ出ることがちょっと不安が大きかったかもしれないですね、はい。契約を終えて気持ちの面ではすっきりした部分とか何か変わった部分は大事ですか？そうですね、早くこのちょっとこうモヤモヤから解放されたかったので、はい、今日でこの気持ちから解放されると思うと、はい、もうちょっと気が楽ですし、まあ、でも来年に向けてもう始まっているので、しっかり準備してやっていきたいなと思ってます。今シーズンの話になりますが、谷本選手にとっては長いリハビリ期間を終えて投げることができた復活の1年だったと思いますが、そのことについてはいかがですか？去年手術させていただいて、まあ、リハビリ期間も、まあ、1年以上かかるっていうのが普通と言われてたんですけど、本当にチームのスタッフの方たちにたくさん助けてもらって、リハビリも順調にいってこう復帰できたので、その感謝の気持ちは本当に、まあ、これから一生忘れちゃいけないなと思ってます。今年7月1軍復帰した時、その時の気持ちなど覚えていたりしますか？いや、投げてるときはちょっともう夢中で、あんま記憶がないっていうのが正直なんですけど、投げ終えて、本当にたくさんの方から連絡いただきましたし、改めてその時に、周りの方に助けられてやれてるんだなっていうことを感じました。後半22試合登板しましたが、重要な場面での起用も多かったんですけども、そのことについてはいかが感じますか？ちょっとこう前まではない緊張感だったりそういう気持ちはあったんですけど、はい、まあ、それなりにというかもっとできると思うんですけど、まあ、今年に関しては、はい、納得できたかなと思います。はい、このシーズン投げ終えて手術をした右肘のコンディションの今の状態はいかがでしょうか？俺が本当に違和感がなくて、はい、もう周りからも本当に手術したのかって言われるぐらい、はい、絶好調です。完全復帰という感じですね。そうですね、体は元に戻っていると思うので、さらにレベルアップしたいなっていう方向に進んでます。そういったご自身の体調の中で来年以降もこう継続していきたいという何か思いだったりやっていきたいことなんかあったりしますか？まあ、継続していきたいっていうかこう、はい、リハビリ期間に新たに始めたトレーニングだったり、その、まあ、このオフの期間にボールを投げるっていうこともなかなかなかったんですけど、まあ、そういうこともリハビリで続けてたので、去年のペースを一つ参考にして取り組んでいって2月のキャンプにいい形で入れたらなっていうふうに思ってます。新たに始めたトレーニングとはどのような内容でしょうか？はい、重たいもの一切持ってなかったんですけど今まで、はい、まあ、そういう基礎的な部分で多少は必要なとこでもあるなっていうことを感じたので、はい、そういう、はい、その辺のトレーニングですかね、ウェイトトレーニングというか、はい、そのバカみたいに体を大きくするっていうことは考えてないんですけど、まあ、本当に基礎の部分で怪我をしない体作りだったり、それを取り組むことによって少しこう自分の中で体の筋力が少し上がったかなって感じたので、まあ、その程度で続けていけたらなと思ってます。はい、そういったトレーニングのことについて誰かからアドバイスだったり、そのことも自分で考えたりとか何かあったんですか？いや、そこはもうトレーニングコーチと相談して、はい、リハビリの中で、やっていきましたね。はい、それ
それとはまた別に来年技術的なことだったり何か変化をつけたいこととかあったりしますか？まあ、このままじゃいけないとは常に思っているので、何かレベルアップはしたいと思ってるんですけど、まあ、そこはこれから練習しながら、自分に合ったものを発見していきたいなと思います。オフはどういうことを考えながら過ごしていきたいですか？いやもう本当、来季に向けて、やっていきたいなっていうこの一つですけど、もうこれからの生活の中でもう怪我はやっぱ避けていきたいので、そういう体作りしっかりして、でも別にそこにビビってやりたいわけじゃないので、1年1年でこうやりきる気持ちで、はい、まあ、あんま守りに入らずに、はい、全力でやっていきたいなと思います。はい、何か来年目指したいことだったり達成したいことだったりはありますか？でもそれはもう、チームとして優勝したいなというそこだけです。優勝するためには田島投手ご自身はどのような活躍をしていきたいと思いますか？いやもちろんそのチームが優勝する輪の中に必ずいたいなと思いますし、はい、1試合でも多く投げて、はい、チームの勝ちに貢献できればなと思ってます。1年間フル1軍でっていうふうな。そうですね、もちろんそこは最低の目標でもありますけど、はい、まあ、そう使ってもらえるようにまた一からアピールしていきたいなと思います。はい、で最後にその先ほどファンの話もありましたが、そういったファンに向けてメッセージをいただけますでしょうか？はい、改めてファンの皆様だったり周りの方々に助けられて野球ができてるんだなと感じた1年でした。これからまたその気持ちに応えられるように一日一日しっかり、取り組んでいきたいなと思います。すみません、お疲れ様でした。お疲れ様でした。挙手こう心配されてたファンの皆さんにメッセージさえいただけますか？はい、ちょっと時間かかってしまいましたけど、はい、しっかり名古屋に残って野球頑張らせてもらうってことになりましたので、これからもよろしくお願いします。